なんかこの挨拶があれよね、定型文で決めてるやつなんか地味だな。チーンっていう絵文字なんですけど、まあなんか地味だな。チーン。中原さん、あなたはありがとうございます。こんばんは。今日はコールミーベイビーかのんちゃんの服着ております。なんか変だな。前髪を下ろしてみたんですけど、なんでなんでなの、なんでかな、多いから量が。ちょっと待てよ。こんばんは。どかどかセーター行くよ。おー、スタジオ公演よろしくお願いします。イエイ。当落分かった。かぼちゃハート、パンジュールさん、ハートサジカルさん、綺麗だよ、ありがとうございます。ひとりごとさん、かわいい、ありがとうございます。なんか変だよ。なんでかな。なんでかな。こんぐらい。3人の表紙売ってなかった。嘘。本屋さんですか、売り切れ。分からん。こうか、韓国アイドルぐらい薄い。こんばんは。レイ完売、かなち。あれだ、再販じゃない、なんだ、再発行ってないんですかね。こんばんは。ネット完売マジか、早っ。こんばんは。昨日発売やった、早っ。オフショットまたインスタとツイッターに載せましたので、皆様見てください。前髪が伸びたんだ、わかった。伸びただ。こんばんは。エライザに似てきた。もうなんで、どこが。それはどこ。エライザさんには似てないよ、私は。エライザさん会ったことあるぜ。っていう自分は何回もコウコちゃんにした。なんかはコウコちゃんにやった。こんばんは。
カノちゃん似てきた。カノちゃんにも2期連は。でもこのカノちゃん可愛い。どうやったらカノちゃん一体なれるかな。今日のカノちゃん可愛かった。ヒルナンデスの、ん、これかわいいかわいい。髪長い方がかわいい、好きだったって思ったけど、髪切ってもかわいいかわいさは変わらんかった。身体力テストやってる。あー懐かしい、シャトルランとかのやつよね。あれめっちゃ嫌い運動音痴なもんで、体力テスト以外にもう嫌いなものはないわ。こんばんは。パッパッパ、漢字の宿題してた、かわいいそれはかわいい。ひろたんと花束ありがとうございます。オフショットのせたいよ、ビッグシュシュ。エライザさんに寄ってきてないってどこらへんよドラマの撮影があったよね。花子さん、花子さんだっけ何でしたっけ、高根の、高根の花子さんのやつね。中原さん、スケモン君、リフトありがとうございますシャトルラン、シャトルラン好きだった、マジか。シャトルラン、いや苦手よあれは。あれはできる、できるものなら10ぐらいでやめたいけどそう、もう本心シャトルランはできるんなら10ぐらいでもうリタイアしたいけど、やっぱあれってなんかプライドが勝つよね、プライド自分のなんか一番にあのやめたらちょっと恥ずかしいなみたいな、一番最初になんか脱落したらちょっと恥ずいなっていう気持ちになるんよあれは。そうだから、そうほんまに誰も見てなかったら10ぐらいでやめるんですけど、そう10ぐらいで飛び出したら一人だけやん絶対そんなんそしたらもうめっちゃ見られる、みんなにめっちゃ見られるの恥ずかしいもんで、40ぐらい頑張りよったな40ぐらいやりよった。うん、もはややりたくない、わかるあれはもう死ぬあれはもう死ぬよ。100とか超える人とかもう死んどるやろもう人多分寿命縮ませよるよ毎年毎年、かわいそうに。100超えたらやばいよね、寿命縮みよるよ多分やばいよあれ。お疲れか、イエイ。もうやらないよあんなの一生一生やろ。 50m 走の方がまだいいよね、 50m 走ったら終わりやけおらーって。でも 50m 走めっちゃ遅かったから恥ずかしい、隣の一緒に2人ずつぐらい走るじゃないですか、だから一緒に走る人がすんごい速かったとかなったら恥ずかしい。大体負けるから大体負ける、誰となっても大体負
けるけど恥ずかしい。まさひろさんハートありがとうございます。足遅い超絶遅い。運動マジ苦手、運動音痴すぎ、運動は全般できん走るのも遅いし球技もできんし、腹筋はできるよ。腹筋めっちゃ得意だった。腹筋はすごかった。上体起こし。まさひろさんハートありがとうございます。逆に 50m 走が大嫌い。それはなんでなんでだ。速そうに見えるありさが、そやろ。運動は何もできんや、びっくりする。まさひろさんハートありがとうございます。りんたろうさんもハートありがとう。腕立てね、腕立てもなんかあれこんぐらい曲げんといけんかったらできん。こうなんかめっちゃ曲げんといけんっていう人もおるじゃん。でもこんぐらいでもいいっていう人もおるじゃんもうこんぐらい曲げるんだったらできるけど、こう下までこういってこうやってやるのが腕立てですとかいう人は友達になれんそんなの無理こんばんは。運動よりゲームの方が向いてるか。いやアリサゲームもできんけで何にもできんよアリサ、びっくり運動もできん、ゲームやらないからゲームできないゲームできないからね。どうするどうしよう、何ができるんって感じ。逆にサイモンさんハートありがとう。下までは無理よ。長座とかあー押すやつね、木の板を木の板押すやつね。サイモンさんハートありがとうございます。桃鉄めっちゃ下手や、ね、めっちゃ下手やったというか下手か上手かもしれんけど、桃鉄は画面見えんかった。まずゲームの画面見えんかったけん、自分が何しようか全然わからん、全然わからんかった桃鉄あれはいじめよ。そう、桃鉄のルールもわからん。桃鉄初心者に画面も見せんって、もうあれはいじめよ。さあもうさ、桜いっぱいありがとうございます。そのカードもあったんやけど、そのカードの名前が見えんのよ。何カードか見えん、画面が見えんかった。リリーベン時のそう、もうあれはもう関東あれでやったそう、ご自家ウント完了ありがとうございます。アリサが画面の一番近くにおるのに見えんから、そうみんなそう、チホンヌとかサーヤンとかマイちゃんもったけど、みんな見えんもんあれは面白すぎて、ゲームの画面が見えないゲームしよった。スタバで新作飲んできた。あー昨日、あ今日だったっけ、今日かな。どうでしたか。コーヒー何だっけ、ティラミス、あれ苦そうね
50カウント完了ありがとう。ツイッターのオフショット写真可愛すぎました。本当嬉しい、ありがとうございます。ツイッターにはイチゴの写真載せましたんで、インスタにもオフショット載せましたんで見てね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 、レイさんオフショット見てください。じゃじゃん、アイドルビューティーブックシーズン2、こちらの表紙の、こちらの裏表紙のこちらが目印です。スターの新作美味しい、本当ポン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 、こんばんは。スタバの新作美味しかった。あら、ティラミス、ティラ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 ミス、ティラミスティラミスラペチューノ気になる。ツイッターおショット買いすぎちゃったイエイ、ウレピー、うれぴー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 、あ、公式のインスタにも載ってた載ってた載ってた、見てください。コーヒー苦手なんやね、アリさんもわかる。一生行く気がない感じだなんで言ってよ。ティーティラミスはすごい紅茶って感じで、あー紅茶も嫌いだしコーヒーも嫌いないけど大丈夫そう、どう思う？ティーティラミス、コーヒーティラミスのフラペチーノの方が気になるやん。と、苦い、苦かったら、大人の味。りんたろうさん、だるま、まさひろさん、ハート、ありがとうございます。最近マジで食べ過ぎた、今日も食べ過ぎた。終わった。大人の味だったよ、大人の味だよね絶対、あれでめっちゃ甘いわけないもんね。今日はね、あのビーフペッパーライス知ってますか？フードコートとかによくあるビーフペッパーライスをお家で作ってみたそう、もう最悪、やってみたかったよ、やってみたくてやったんですけど、もう食べ過ぎ、食べ過ぎたのはって感じやばいやばいやばい、ピエン TikTok で流行っとるんかな、 TikTok で流行っとんかな、でもなんかねそういう流行っとるよね今。たこ焼き食べ過ぎたこ焼きいいね、じゃーん、家族みんな分のビーフペッパーライスなんでこんな回る、じゃーん、鉄板で作ってみました。玉ねぎと、玉ねぎは、ま、あの本家は入ってないんですけど、お肉と玉ねぎと、やっぱ野菜あった方がいいじゃん、ご飯とネギとコーンでできる。特技、え、特技料理よありさ、ほんまに何でもできる、作ろうと思ってやったやつはね何でも美味しいけよ私の。でもね、ニラ玉スープ、ニラ、ん？ニラ玉玉スープニラと卵と玉ねぎ、ニラ玉玉スープを作ったんですけど、それをそれを一杯飲んでお腹を満たしてから、そうビーフペッパーライスを食べたから、まあそのスープのおかげで、まあちょびっとだけしか食べんでいいよぐらいの満腹さにはしとったんですけど、そうでも食べ過ぎたよね普通に美味しかった普通に美味しかった。
ったけど、ちょっと耐えすぎたよね。やばい。バナナジュースで、お昼ご飯バナナジュースで抑えたのに。朝はお刺身食べました。ハマチのお刺身。お昼はバナナジュースで抑えてから、夜はビーフパラダイス。ドゥドゥン。中原さん、ハートありがとうございます。アリサの料理の話聞きますけど、料理、そう、料理ね、うまいけね、こう見えて。え、料理ってさ、うまいとさ、下手ってあるんかね。誰でもできると思うんですよ、私。その難しいことやってないもん。そう、切ってそう、切ってお肉もちぎって、全部鉄板にボーンって入れて、あとは目分量で味付けをするだけでもう完成。完成って感じだっけね。みんなできちゃう。火加減とかも何も考えんよ。火加減って一番強いのよ。当たり前やん。一番強いやつでもシャ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 ってこう早く実どれだけ時短でできるかっていうのが勝負よね。天才なんかな。天才かもしれない。当たり前やん、強火よ、一番強いので。めっちゃシュー。めっちゃシュー。ロリチャビのご飯もやらんといけんし。またロリチャビを連れてってからスーパーにお買い物行ってから作ったから、めっちゃ主婦よ私。やばいね、主婦よ。うん。あ、とろみ、確かになんかニラ玉スープ作りよったんですけど、なんかもう火が強すぎてポーってなんか噴水みたいになんかなったんよ。そう、卵も入れてたからね。卵も入れて お湯も沸騰したからのがポーンってなったんよ。そうなったらもうとろ火にした方がいい。そこまで来たらとろ火にした方がいいけど、それまではもう全然強火で OK。 OKOKOK。 卵入れたらなるよね、なんかフォーンみたいな。いや、あのお鍋から溢れ出てはないんですけど、なんかもうすごい現象になる。わあ。あれが来たらとろ火にした方がいいけど、うん、主婦やな、何でもできると思う。何でも作ったことないけど、料理人やな。スープは今日はあの鶏ガラスープの素を使いました。鶏ガラスープの素と塩コショウだけ。でもう完璧な味ができるけね、天才よ。とニラと玉ねぎと卵があったら、ニラ玉スープ、ニラ玉玉スープ完成。鶏ガラスープのもとめっちゃ使えるよね。分かる。コンソメもあったらめっちゃ使える。コンソメスープの時もある。厚い肉を強火で焼くと中まで火が通る。そうなん。その厚い肉を焼くことがないから。そう、身の式は豚肉か鶏肉。分厚いステーキを焼くことないな、あんまり。まさひろさん、ハートありがとう。こんばんは。中年って料理できない感じだったっけ、私。あれ、
リベンジしたいです。スチューデンツ料理企画今出たらめっちゃうまいよ。もう目分量でほい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 。クリちゃんバラありがとうございます。スチューデンツで何を作ってからあんなに失敗したのかな。もうするともう忘れました。検証企画確かに何でもイモースでも何でも作りますよ。でもアリさんのね腕前を知っとるのはね誰だ誰だっけな。マリナが泊まりに来た時にオムライスを一緒に作って、そうどっちが美味しいかっていうのを検証したし、でコウコちゃんともよくもんじゃ焼きとか、でももんじゃ焼きは普通に誰でも美味しくできるけんねそんな腕前あんまり知らん、知っとる人おらん、おらんな。みんなに食べてほしいね、私のお料理。ピオ様あーピオ様ね。いやでもアリサは言っとくんですけど、アリサはクックパッド信者だから、わかるそうクックパッド信者だからさ、そうとりあえずさクックパッド見て材料用意してから作り始めるよ、目分量で。あとは目分量やけど、そうなんかクックパッドの情報がなかったらできん。ピオ様ってもうなんか独自じゃないですか。独自でそうなんか普通はこうやるけどこうやったらもっと美味しくなるっていうとこまでなんか突き詰めとるやん。そこまではね突き詰めてないけど、ね、私もう適当にパッ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 ノリと、そうノリと、ノリだけで作ってるノリだけで作ってます。なんちゃん、まさひろさん、ギフトありがとうございます。中原さん、ハートありがとうふんふんふん。特技に料理って書いてないからノリで料理、ノリで料理を作ることだな。こんばんは。こんばんは。出演以来来るかな。でも何が難しいやろね。でもオムライスも綺麗にさ、わかりますか？卵を卵で全部ご飯を隠す系のこの綺麗な丸のオムライスできんよそうじゃなくてちょっと一段階おしゃれなスクランブルエッグ的なトゥローンルトゥ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 っていうスクランブルエッグ的なやつを作って、それを上からトロロロローンってこうトロロンってまぶすスタイルのそう和風じゃないですか。なんか卵、薄っぺらい卵をこう作って、まずそれをご飯の上にこう乗せとるやつはちょっとなんか和風チックじゃん。じゃなくてこうトゥルルルルンってこうスクランブルエッグ方式にして、それをトゥルルンってこうかける系の洋風チックな方ならできる。そうよく AKB さんのケータリングに出てた的な、ケータリング、エキビさんのケータリングの時はそういうスタイルなんよ絶対にあれが好きだわ。スランプくん、マスヒロさん、ギフトありがとうございます。そう失敗しにくいよね、絶対失敗しにくい。トゥルトゥルーで美味しいし、あんまんまん。特
意料理は、でも得意料理、得意料理聞かれたらなんて答えたら得意そう何が作れたらなんか料理うまい認定もらえるんかね。何やろ、ハンバーグとか。達人の領域、達人の領域です本当に。得意な料理ビーフペッパーライスって言ったら誰でもできるやろってならん材料あって鉄板に全部入れたらできる。あ、肉じゃが、肉じゃが作れるよ。肉じゃがうまいうまいうまい肉じゃがめっちゃうまい。ありさ、イエイ、肉じゃが作ったことあるな。パエリアってさ、なんなんパエリアのその料理自体は分からんパエリアというようなおしゃれなものを食べたことないんでね。どういう料理なんですかパエリアは。じゃがアリゴ懐かしすぎん。じゃがアリゴとか懐かしすぎやろ。しゅんちゃん、まさひろさん、ギフトありがとうございます。あ、魚料理系？魚はね、やったことないな。得意やれ、焼肉用意するだけや、それ。肉と玉ねぎと野菜とソーセージとか用意するだけや。しゅんちゃん、ギフトありがとうございます。あ、海鮮？パサパサしたご飯、チャーハンみたいなやつ。あー、チャーハンなんですかパエリア。海鮮焼き込みご飯。わー、なるほどね。こんばんは。パエリア作ってみようかラザニアは、ラザニア、なんかそのカタカナがよくわからん。パエリア、ラザニア作れるって聞いたことある、聞かれたことある気がする。それもわからなかった。なんなんラザニアって何？グラタンならわかるけどラザニアとは。トマト、トマト、トマトグラタンみたいな。グラタン作ったことあるよ。グラタン作れる、すごいグラタン作れる、作れる。ドリアみたいなやつ。あー、ドリアか。それもご飯入っとるやつか。黄色いパサパサご飯。あー、わかった。あー、わかったかもしれない。パエリア、黄色いご飯になんかエビがぶっ刺さっとるやつ。なんかグッ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 エビとかがなんか刺してあるやつよねそんな感じのイメージ。グラタン結構すごい。嘘、嬉しい。グラタン作れるよ。なるほどね。そんな食べ物の話ばっかりしたら食べたくなってくるね。いっぱい食べ過ぎたのに。さっきムール貝、なんじゃそりゃ。ムール貝用意するとこからやん大変すぎん。どうやってムール貝とかどこ売っとん。ムール貝そんなおしゃれな貝はどこにある。こんばんは。ふわっとパンケーキ。あー、パンケーキね。いや、家でふわっとパンケーキってどうやって作るんかね。わかる。アイさんも作ってみたいけど、あれはむずいわ。お菓子作りはね、あのね、ちょっと難しい料理の方がまだ簡単で、お菓子作りはちょっと難しいね、あれね。そう、なんかレシピ通りにこう やったら、あのクックパッドとかね、それこそデリッシュキッチンとか参考にして、あのなんだやるじゃないですか。ガトーショコラとかチーズケーキとか
そうす、簡単そうに見えてうまくできるんですけど、なんかパサパサないよね、パサパサ感。そう、パサかパサ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 感拭えないですけど。で、あのピオちゃんがあのホワイトデーの時にくれたやつ、バレンタインのお返しでホワイトデーに作ってそう持ってきてくれて食べたんですけど、あれはマジでお店だった。お店の味、しっとり、中がしっとり絶対手作りでやったらパッサパサになるんですよ。だからしっとりだった、もうお店だった。ビビったビビった、あれはビビった。パフェ、あ、飾り付けね、なるほど、確かに見栄え。ぴょんぴょん、ふわっとパンケーキいいじゃん、ふわっとパンケーキ作ってよ。ピオちゃんはすごいよ。どうやってか、あの創意工夫やろね。なんか教科書通りに、教科書のレシピ通りにこう作るんじゃなくて、ちょっとこうした、もっとこうしたら、こう一手間加えたら美味しくなるみたいな感じで、もうパティシエ志向なんじゃない。素晴らしい。わかる、マックのパンケーキ美味しいよね。プチパンケーキでしょ、ちっちゃいやつ。あれ美味しい、めっちゃ好き。ぺちゃんこのや、ぺちゃんこだけどもちもちふわふわ。わかる、マックのパンケーキ美味しい。ハッシュドビーフ、なんじゃそりゃ。もうカタカナの料理はわからん。ビーフシチューとかならわかるけど、なんだハッシュドビーフ、ハッシュドポテトならわかるよ。フロア室で決定おめでとう、イエーイ。そう、びっくりビビビビびっくり。私も今日発売じゃね今日発表されてたやつ見てから知ったんですけども、嬉しい。フラワーフェスティバル、フラワーフェスティバル5月3日にあるフラワーフェスティバルに出演できることに なっておりました。イエイ、嬉しいです。イエイイエイイエイ。広島のね、もう大イベント、いいよゴールデンウィークといえばの広島のもう超ビッグイベントなので、それにね出演できるのはもう嬉しすぎます。ありがとうございます。イエイ、申し込んだよ、ありがとうございます。嬉しい。フラフェス、そう、でも1年目の時に瀬戸内の声の衣装を着てから、はじめまして ST48 です、こうやってやったやつ以来なんですよね。それがそうびっくりそうびっくりです。だから STU としてフラワーフェスティバルに出るのは2回目ですね、私。びっくり、あ、去年なかった、そう去年なくて、その1年目やって、2年目ドラフト3期生のお披露目みたいな感じで、ドラさんとユミリンとぐらいしかね出なかった年があって、うん、その次はど何だったっけ忘れちゃったけど、まあそう2回目なんですよフラワーフェスティバル。 STU として出れるの嬉しい。嬉しい、頑張ります。
市民球場の跡地だから広い。え、あそこ市民球場跡地のところにステージができるってこと？それはぶっちゃでかいやん。そごうの裏、そうやね、花の輪のところ花の輪やってたところ、花の輪2020。5月1、2お話し会で3フロアフェスでゴールデンウィークアリサめっちゃ見れる、イエーイ、いいね、ゴールデンウィーク楽しもうな。花の輪のとこです。なんとかなんとか、あたち、あ、そう、なんだっけ、メイン会場は旧市民球場跡地とその周辺みたいなあいつのセリフやないか、それ。花の輪のメイン会場は旧市民球場跡地とその周辺、広島花の輪2020開催中懐かしすぎ本家花と緑の祭典みたいな広島花の輪2020開催中で、こんばんは。市民球場、広島市民球場、そうね、花の輪のセリフ収録は何回も撮ったよ何回も撮ったよ。そう、なんか花の輪のそのなんか CM みたいなやつとポスターみたいなやつを撮りますっていうので、そう呼ばれて行ってみたら、なんかダンスの先生がおってえっ、なんで今日なんか踊るっけと思ってそんな花の輪のソングみたいな曲みたいなあったっけと思ってね、なんでいらっしゃるんですかとか思ったらね、そのセリフ一個一個にこう振り付けみたいな身振り手振りをつけるためにそうダンスの先生が来てたんですよ。あれはマジでビビった、面白かった。そうメイン、例えばアリサのセリフだったらこう旧市民球場跡地とその周辺こういうあのセリフに合わせてこう身振り手振りを考えるようにダンスの先生が来ててめっちゃ面白かったねえ、面白くない、そんなことあるそう、そのセリフとかなんか CM 収録みたいな感じで行ってみたらダンスの先生おるやんと思ってなんでと思った記憶あるね、あれこんばんは、こんばんは。例のオフショット可愛かった、嬉しい。例のオフショットツイッターにもインスタにも載せてますので見てねー。やすみさん、お疲れ、ありがとうございます。お疲れション、おいしょと見たよ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。いや明日は、そうだ、あさっての、金曜日からね、あの手のひらミュージアムガイド美術館さん、広島のあの広島市立、なんだっけ広島市県、広島県立、
広島県立美術館だ広島県立美術館で、あの花の輪じゃない、手のひらミュージアムガイドのねやつが3日間行われるので、それもよろしくお願いします。皆さん、そうそうそう、うん、カリカリカリ、金曜のお昼に行くよ。お、嬉しい。手のひらミュージアムガイドがあって、お話し会だな、今週土日お話し会、6枚目のお話し会があって、24、来週の土日は僕恋か、アリさんの絵が飾られたら恥ずかしい、アリさんの絵は飾らんとってくださいそれはもう恥ずかしい。今日ね、あの美術の宿題で、そうなんかグラデーション鉛筆で、そうだんだんこう薄い感じからこうだんだん濃くなるみたいな感じでグラデーションを描きなさいっていう宿題があって、めっちゃ苦戦したわめちゃめちゃ苦戦したわ。あれなんかあれよね、絶対さ、あの鉛筆のさ種類とか変えてからやるじゃないですか普通。なんか HB とかこう薄い鉛筆でこう最初の方塗って、でめっちゃ濃い色の鉛筆使ってから多分最後らへんとか塗るのがあれなんだと思うんですけど、もう1種類しかないよ鉛筆なんて。そう 2B の1種類しかねなくてね、そう一本でこう やったからめっちゃ苦戦したわ美術の才能もない私、絵心、絵心もなくて、美術のその影とかね、その光とか影とかの才能もないダメ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 です。こんばんは。こんばんは。まんまんまん。ありごとのお話があるから持ち込んでない。あ、嬉しい。嬉しい。お話し会待ってまーす。何十年前よか。嘘。美術の宿題。グラデーションやった。お話し会はそうだね、ん17は普通の私服で、18日のお話し会がそう歌唱力のあのベビーレターの服着てます。こんばんは。レイ見てよ、超絶かわいい、嬉しい、ウッチーウッチーありがとう。皆さんもレイ見てね、レイさん発売中だけど完売してるっぽいけど、どっかでゲットできるんかな。レイさんめちゃめちゃ可愛い、可愛い人しか乗ってない、可愛い子しか乗ってないぜ、見てね。ね、増やし、確かに増やしてほしいね。発売、昨日発売だったのに、発売1日でも売り切れちゃったなんて早すぎるやん、早すぎな。増刊、増刊してください。モデルアリサ、嘘、モデルになれてた、売れピース
すひろさん、ハートありがとうございます。パパパパパパパ、音すれしてる、嘘よっ。このタブレットに今電池がない、充電がいけるか、いけるか、ポン、あああああ、あ、乗りましたか。キュートなアリサでした、嬉しい。キュン、あの歌よかった、ありがとうございます。ピッシュージュだって再確認できました、私が嘘嬉しゅうございます、ありがたい。まさひろさん、ハートありがとうございます。ページね、何ページあったんだ、3ページ?どういう数え方するやろ1,2,3 こうピラピラピラってめくるやつの3ページ分載せていただいておりますね、嬉しい。リンゴのページとメイクのページとイチゴのページいちごのページとりんごのページとメイクのページです。めっちゃなんかこう今見たら、今見て知ったけど、めっちゃなんか黄色いアイシャドウだったね。めっちゃ黄色やったんや。アイシャドウめちゃめちゃ黄色使って、リップはめちゃめちゃオレンジ使ってたんですな。まさひろさん、ハートありがとう。新しいぐらいやってて、ほんと嬉しい、そんなこと言ってもらえて嬉しいです。俺べ家べな家べイエローベース家べです。私はまさひろさん、ハートありがとうございます。あの時に使ったリップが欲しい、こんな形だった。これは違うブランドのやつなんで、スリーってところのやつを撮影では使って、でもこんなちっちゃい形だった。イエベイエベベベベ、オレベ、俺べってないや。ポンパンパンポンパンパンポンパンパン。
ピザハート。朝昼さん、中原さん、ハートありがとうございます。イエローをカタカナで書くと星になる。なんで？イエロー、うん、ピピピピピイエロー、こんばんは。ピザハートピザ食べないよ。え、ピザハットとかで頼んだことありますか？ピザ、ピザハットと何があるっけ？ピザ屋さん、ドミノピザだ。ドミノピザ、アリサはピザを家に頼んだことはなくて、ウーバーイーツとかも来ないから田舎すぎて。そう、ピザーラ、あードミノピザ、ピザーラ、なるほどね。愛さんちはあの田舎すぎてからウーバーイーツもその来なくて、そのピザ配達とかをやったことはなかったんですよ。そうだけど、あの初めてそう人んちの行った時にピザハット、ドミノピザやったんかな、ドミノピザ頼んだんですけど、もう最高にうまかったね。うまかった。しかもそこのさ、ピザ専門店的な感じじゃないですか。田舎すぎてピザ屋ありません。一緒よ、わかる。そんな近くにピザ屋さんはない。そう、そのピザ専門店的なところで買ったらさ、ピザが1枚3000円ぐらいするんですね。それが普通のところに驚いた、田舎民は。そう、わかります。ピザ1枚、このでっ、まあ、でっかいけど、でっかいのもあるけど、ピザ1枚3000円ぐらいするじゃないですか。もうそれに、その事実に私は驚いた。アリサの中でのピザは600円ぐらい。そう、だいたいそんな値段よね。だいたいそうなんや。それで、え、ピザって3000円もするんって言ったら、え、こんな、そんな高いんって言ったら、普通やろとか言ってくるんですよ。そう、普通やろ、あうら、広島の中でも都会に住んでる人が行く、普通やろ、せやん、アイさんの中でもピザ600円やで。かわいかろ。600円やで。まあ、高くても1000円ぐらいじゃない？それが3000円もするんですね。ビビった、もう焦り散らかしたよ。大体どこでもピザ来るの。都会、都会め。ピザ頼みまくってます、いいね。ピザ頼みまくってます、いいね。そう、スーパーのピザこの前食べたもん。スーパーの袋に入って冷凍してあるピザ食べたもん。普通に美味しい。普通に美味しい。ピザってどこのピザも美味しいね。600円だろうが3000円だろうが全部美味しいわ、ピザって。天才、ピザって天才か。サイゼリアの600円ぐらいのマルゲリータ超美味しいけね。私はそのイメージよ。店に行った方がお安く買えるんや。あー、なるほど。配達料、配達料もかかっとんか。なるほどね。薄いピザは名前分かって。あー、なるほど。薄いピザ派とさ、あのふかふかの生地分厚めのピザ派おるよね。どっち派ですか？私はなんかあのもちもちの方が好き。生地ふわふわ、もちもち、分厚めの。
でもさ薄いさガレットみたいな、ガレットガレッチレガットんなんだっけ、めっちゃ薄いさカリカリの薄めのカリカリ生地のピザとかもあるよね。あっち派の人おる。まさひろさん、ハートありがとう。ふか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 やな。薄いのもなんかあれだけど、カリカリやなんかすぐなくなるくない、なんかピザ食べた薄くて、うん、ふかふか派。あ、具材を楽しみたいだけ。あ、なるほどね。生地が好きな人がふかふか、なんか具材を楽しむ人がカリカリ、薄めのカリカリ派なんね。なるほど。ウーバーイーツできるっていいな。いいな。ウーバーイーツとさ、なんかいろいろあるもんね。なんかフードパンダ、フードパンダとか。え、フードパンダって広島ないか。え？なんか分からん。もうね、そういうのにね、関わりがねなさすぎてね。分からん。おいで。フードパンダって中華料理、あ、そうな。フードパンダはピンクのやつでしょ。ピンクのパンダのやつだね。そういうのが CM でいろいろいっぱい見る。フードパンダ、フードパンダみたいな。え、フードパンダって広島にある？広島でね、ピンク見たことないな。水色おるよね。水色は何あれ？水色のやつは何なんですか？出前感、出前感。ふん。あー、で出前感、うん、出前がカンカンカンやつか。出前がカンカンカン。ガストの宅配、ガストの宅配いいね。フードパンダ、フードパンダおらんよね広島。見たことない、え、見たことない気がするな。うん、で前かん、で前が、あ、スイスイスイか。ハマちゃん、あ、ハマちゃんのやつ、そう、ハマダさん。ウーバーイーツ頼んでない人はね、めっちゃ迷う、あるある。いて、初めての光景にめっちゃ迷うっていう、いっぱいありすぎじゃない。こんばんは。スキヤの宅配お兄ちゃんチャリンコこぎよる。あー、スキヤいいね。メガ牛丼、メガ牛丼さ、そのモデルさんとかが YouTube やっとる人とかは、そう、メガ牛丼食べてみたっていう企画めっちゃやってない？なんでな、流行ってるんですか？スキヤのメガ牛丼、キング牛丼、なんかそのお店で食べるやったらメガ牛丼っていうのがあるらしいんですけど、お持ち帰りってなるとキング牛丼が2個でメガ牛丼らしい。メガ牛丼食べてみたいで、かのんちゃんもやってた。モデルだけどメガ牛丼食べてみたっていう企画、あ、流行ってるんですか、すごいね。え、アリクズでやってるの何人かおった、どういうこと、おもろ、メガ牛丼食べてみたん。メガ牛丼ね、1週間ぐらいあったら食べれそうね、普通に。1週間ぐらいあったら食べれそう。まさひろさん、ハートありがとう。メガ牛丼。
メガよ、カタカナ、カタカナメガ、カタカナめっちゃでかい、めっちゃでかい太陽の牛丼ね。ああいう大食い企画見て楽しそう楽しそうだけど、あんなのやってられんわあんなやってられんわ。 YouTube 界とかだったら映えるけどね、なんかYouTube 界だったら映えるし楽しいけど、メガマック、メガマック。朝日さんハートありがとうございます。あーやる前は、そうやる前は絶対いけるよねと思うけど、食べ始めたらする配信だ。もうんなさ、事務所 NG が出るで。あれさえありよったらもう事務所 NG 出るわ、ほんまに何してんねんってもう呼び出し食らうわ呼び出し食らってめっちゃデブになって呼び出し食らってっていう未来が見えるわもうガリガリやったらいいけどね、あいつがもう折れそうだから脂肪がついてなくて、ガリガリだったら何も止められんと思う。ああそんなガリガリがよかったな。なったらガリガリになるんかな。うん、そのギャップよね、ギャップ萌えじゃない？めっちゃもう折れそうな足しとる、折れそうな足にもう顔にも肉がない。キュンって感じのガリガリちゃんなのにメガ牛丼を食べるっていう。ギャップが欲しかったわ大食い、大食いの人痩せてる人多いんやつ、わかる。なんで？なんでなん？なんでなん？食べても食べても太らんって夢の国すぎん？夢の国すぎるよね。食べたら食べた分だけ太るもん食べて太らんかった経験がない普段の食事普通で、ああなるほどね。太らん人いいね。いくら食べても太らない体欲しいよね。太りたくて太れんとか言ってみたいわ。言ってみたい。もう食べんでも太るのに。空気吸い寄るだけで太るわ。もう呼吸するだけで太る。太る。行ってみたいわ。パオン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 だ。プハ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 。お水です。こちら。キンキンに冷えたお水となっております。
り粉のコップです。ベストカップルカップじゃがりこのチーズ味。何パワーストーンつけてるとタイガーアイって何、どういうこと。ヘアゴムよ。だって普通のヘアゴム、カップとカップルをかけたよね。そうカップカップル、じゃがりこドリンク。どんなドリンクやねん。でマネね、めっちゃじゃがりこ好き。まあ、じゃがりこ嫌いな人おらんか。じゃがりこっていうお菓子を嫌いな人おらんよね多分。でもマネにはねやばい、永遠にじゃがりこ食べよる。永遠ですよ、本当に永遠に食べよる。なんか珍しい味が好きよね。九州醤油とか、九州醤油何だったっけ、大人のじゃがりこってあれじゃないですか、なんかわさび味のあれとか、そうなんかノーマルのそうやつとかじゃなくて珍しい味をストック買いしよる。ストック買いよ、やべえよね。こんばんは。ジョージじゃがりこ、そうなんかリピーターないね。飽きるって言葉がなさそう。そうなんかずっとね毎日ね同じね食料をね保持しとる気がする。そうじゃがりこと飲み物はカルピスやな。カルピス濃ゆいカルピスが好きなんですよ。そうマネで濃ゆいカルピスが好きで、まあコーヒー、ブラックコーヒーも保持しとるけど、あとマヌカハニー。マヌカハニーは絶対ある。あとあと何をとるっけな。じゃがりことマヌカハニーと、あーピノの箱買い。ピノの箱がするねいつも。とかご飯はね、ご飯は何が好きだ、お寿司みたいな、お稲荷寿司さんの、お稲荷さんのさあなんか3つ3個入っとるやつみたいな、よくコンビニに売っとるやん、ああいうのとか好きよね。あと何だったっけ、そんな巻き寿司系めっちゃ食べてるイメージ。スタバ持っとるイメージないな。スタバいかんのかな。スタバは私よ。私や。でも新作は苦そうやから迷う。新作あれは苦そう。チャララチャララ。田舎すぎて近くにストーブありません。わかるよ。愛想もないですよ。20分かからんとないよ。20分交通機関に乗って、公共交通機関に乗って20分経たないとないですね。
マスヒルさんハートありがとう。ティラミスのやつ、そう、うん、車で30分がそれも割と遠いな、うん、それも割と遠いね。そういちろうさんかわいい、ありがとうございます。糖質、え、でもね、あれよ、安い、いや、でも痩せんでもいいもんね、別に。そう、マネージャーさんは、まあまあ太ったらやばいって思うけど、そう、細い方がまあいいけど、そう、太るよ、それとそんなばっかり食べて太るよって言ったら、あの、そう、もういいや、デブでもブスでもブツブツでもいいやけんかないやめっちゃおもろくない、そう私はデブでもブスでもブツブツでもいいやからってからね言う、いつもツボマジでおもろい。そいつらさ、かわいい、ありがとうございます。まあ確かにまあ確かにそうよね。もうおばさんはブツブツならんよね。おばちゃんはブツブツならんよ。そいちろうさん、かわいい、ありがとうございます。かわいい、会社の近くにスタバあるのに今日気がついた。それは今まで損してたね。スタバに行くと仕事はかどる。あのスタバで宿題とかしてみたい。スタバで学校の課題とかやってみたいよね。ちょっとかっこいいよね。パソコン開いてカチカチカチャーの方がまあかっこいいけど、まあ。フランフランも割と近い。フランフラン女子になるっていう夢を忘れとった私、やばい。フランフラン女子になりたいっていう夢を忘れてた。ピューそう、このまあ気に入ってないわけじゃないんですけど、そう、気分変えよね、気分転換的な。そう、このアイサのお部屋の下の絨毯とベッドのカバーとこのカーテンとかをフランフランでなんか新しいのに買い揃えて、で、あ、一番はこの壁よね、この後ろの壁紙を変えたい、めっちゃ。でフランフラン女子になるっていう夢。こんばんは。マック使ってないといけないイメージある。スタバ、なるほどね、マック。タイピングの音が聞こえる、こうカチャカチャってやる音と、エアポッドつけて電話してるおしゃれな人がいっぱいおるイメージ。ウチッキー星、ありがとうございます。サイモンさん、さくら、ありがとうございます。さくら、ひらん、ひらん。
これってさあれかな、スマホにさ変えても異常なし、ショールームさんショールームさんスマホに変えても異常なしかな。スマホに変えた途端なんか異常ありでなんか配信戻れんくなったやん、この前。異常なく通常運転できる、やってみよう。いつだったっけあれ。よこちら配信中、異常なしでしょうか。一切異常ありません。よかった。一切異常ないですか。ありがとうございます。よかった、今日はちゃんとできた。こちら異常なしです。どうもありがとうございます。よかった、ショールーム復活。まさひろさんハートありがとう。なんか歌おっかな、何がいいかな。特に考えてはおらぬ。今日はいけそう。何がいいかね。こんばんは。ドゥルドゥルドゥルルルドゥルルルルルルル。これにしよう。え、歌えるかな。だって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 しょうがないでしょ。まだ帰らないのって聞かれてごめん、そっけないリアクションして。だって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 ドキドキしちゃったんだもんね。そう本当はね一緒に帰る。間違えた、ね一緒に帰る。ワンモアチャンス。噛んだ噛んだ、歌詞が続きすぎて噛んだよ。だって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 しょうがないでしょ。ん？だって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 。もう一個高野って人のだってだってだってもあるらしい。高野。来るぞ。だって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 しょうがないでしょ。まだ帰らないのって聞かれてごめん、そっけないリアクションして。だって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 ドキドキしちゃったんだもん。そう本当はね一緒に帰ろうって言いたかった。恋をするとどうして自分が自分じゃなくなる。こうすべきだったとかああすべきだったとか立ち止まったり振り返ってみては後悔して、自分がどんどん嫌いになるの。次会ったらこうしよう頭で考えすぎて、何でもない会話までぎこちなくなるよ。一番可愛い私はあなたには見せたいのに、可愛くない私を見せてしまってる。夏まですぐなのに何にも変わってない。太陽だって呆れてるでしょ。なんで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 いつもこうなっちゃうの。そう興味ないふりをしてちょっとその後離れたくなる。なんで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 素直になれないのかな。そうその後でさっきの私悔しくて泣いてるよ。
あったらいつだって普通でいられる。どう思われたってそうまるで関係ないし、カッコつけずに本当の自分をさらけ出して、良くも悪くもマイペースだった。もしも自分が男ならこんなやつ嫌いだなって思っちゃうような私になぜなってしまった。ダメならダメで縁がなかったんだと割り切れない、なんかおかしい。あなたと出会ってから髪をショートにして振り向いて欲しかった、純情なんて似合わないのかな。もっと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 自然に振る舞えたら、もう少しだけいいところアピールできたかもしれないよね。もっと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 本当は可愛いんだよ、でも別人の私みたいで自己嫌悪、最悪だ。大好きすぎてなんかうまくいかない、目が合うだけで頭の中が真っ白で、言葉と行動ぎこちなくなって空回りしてるよ。だって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 しょうがないでしょ、まだ帰らないのって聞かれてごめん、そっけないリアクションして、だって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 ドキドキしちゃったんだもん。そう本当はね、一緒に帰ろうって、なんでなんだなんでなんでなんでだそう興味ないふりをしてちょっとその場を離れたくなる。なんで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 素直になれないのかな。そうその後でさっきの私悔しくて泣いてるよ。これ歌詞がいっぱいありすぎて息継ぎするとこがない、噛みそうになるし難しい。なんでなんでなんでやんねん、なんでやんねんなんで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 。 NMB さんの歌全然歌ってなかった最近。大好きすぎてなんかうまくいかない、目が合うだけで頭の中が真っ白で、言葉と行動ぎこちなくなって。恋なんかノーサンキューって歌えたっけ私チャレンジ。優しくされちゃ嫌いになんかなれないじゃない、最後までずるいよ、もっと冷たくしてちょうだい、もう一生顔も見たくない、そんな風に思わせてほしい、恋なんかノーサンキュで。出会ってからいろいろあった懐かしい日々、友達から始まった二人の関係、聴いている音楽も好きな映画も全然違って、だけどなぜだか笑ってばかり、時を忘れた。私たちが付き合う可能性なんてゼロだと思った、いつの日からだろう自分の人生の中で欠かせなくなった。なぜあなたが離れてくのにいい人のままいようなんて、
でしょう。もっとちゃんと傷つけて、愛してたなら幻滅させてよ。恨んだり憎んだりして、泣きながら I'm OK。 なんでもない日常まで、今思ったら宝物だね。振り返った思い出はキラキラしてる。喧嘩だってしたけれど、仲直りまでなぜか楽しくて、それが恋だと気づいた日からぎこちなくなった。恋人にはならずに、あのままの方が良かったのかな。自分らしくいられたお互いのいいところなくしてしまった。そう、あなたと出会わなければ素敵な人と結婚して、ラブラドル飼ってたかも。もしも話せば意味がない、遠回りだけど幸せだった。最後くらい強がらせて、もう恋はゴリゴリだ。なぜあなたが離れてくのに、いい人のままいようなんて、そんなのって卑怯でしょ。もっとちゃんと傷つけて、愛してたなら幻滅させてよ。恨んだり憎んだりして、泣きながら I'm OK。パチパチ、また来ました、ありがとうございます。いらっしゃいませ、うん、何がいいかな。あかりんさんの卒業ソングでした。愛してたなら幻滅させてよ。恋なんかなさきゅおるやん。いや、歌えるかな。一回やってみよう。泣けるソング聞いてください。泣きながら微笑んで、差し出したさよならを手のひらで包んでくれた。優しさが脈を打って、暖かくなる。風に舞う粉雪は愛しさのよう、溶けてしまうな。
りと泣き虫がこの胸で喧嘩をしてる。聞き分けのいい未来が間に入る。木の枝にうっすらと粉雪が積もる。この歌は泣けるな。エモエモのエモです。泣きながら微笑んであなたを見送りましょう。ねえ、これをもう次マリナに歌われたら泣く。スタジオのソロで引き継いだら、確かにでもあれだよね、泣きあなたを見送りましょう、だからあれですよね、私が歌ったらエモいよね。泣きながら微笑んで見送る方の側の歌やから、アリサが歌ったらエモいんか。こんばんは。見送りましょう。一人になれるまでは
鳥になれるわけなかろう。私は一人じゃ生きていけぬ。わーん。重なら刺してるのに、頬を伝う悲しみの雫。エモいのかの騒ぎではない。確かに何がいい。ダンダダダンガダガダン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 。心に染みますな。46分やー。言うてあと何曲、何がいいかな。なんかエモい曲歌ってしまったき。何がいいかな。あれ？今 SKE さんで探し、前のめりいいね。まあ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 、あたー。落ちる
春は回り道、挫折してもやり直そう、希望は体力、まだまだ大丈夫、迷いのない頑張り、君を見てそう思う、前のめりは素敵だ、胸が熱くたぎった、いつの日からだろう、僕が歩き出したのは、生きるとは走ること、いても立ってもいられず、ありがとうございました。ポティいい歌やな。疲れを覚えて52分だ。早い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 、まだまだ体調は、いい歌だね。迷いのない頑張り、君を見てそう思う、前のめりは素敵だ、こんにちは久しぶりです。それでは最初にゲストとナイキングを呼んでおきたいと思います。にゃんこ先生、おっちゃん、ひろたんたん、サイモンさん、やすべえさん、おいっぱいありがとうございます。いちゅっきー、エビチリカニタマさんしゅんちゃん、オケピー、そいちろさん、悪い博士さん、くりちゃん、まさひろさん、なんちゃん、しゅんちゃん、サージカルさん、ひとりごとさん、くりちゃん、中原さん、ひろさんたん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位、チュッキー、12位、ひでじろうさん、11位、ゆうぼうさん、10位、エビチリカニタマさん、中原さん、8位あずきちゃん、7位ビッグエブさん、6位ひとりごとさん、5位パンジュラモンスターさん、4位そいちろうさん、3位おっちゃん、2位さやもんさん、そして1位はドルルン、やすべさん、ありがとうございます。パチ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 、本日も配信を見ていただきまして皆様本当にありがとうございます。おめでとうございます。パチ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 、無謀な夢は覚めることがないよ、今聞いていただいております。 BGM、 まだ流れていない、涙に怯えるな、未来の悲しみは後で泣けばいい、残された時間を考え始めた時、必死に目指していた想像の島が消えてゆく、遠くも登るほど欲しくなるんだ、自分の力を試したいんだろう、近くのものなんかで妥協するなよ、いつかは気づくはず、無謀な旅で大人になりなよ、計画通りなんてありえないさ、トラブルだらけの遠回りだから夕焼けが美しいんだ、楽をするなと今言われたって
式だ。水道など選んだら負けだ。根拠はなくても自信があればいい。挫折も時には味わってみろ。人生は長い。無謀な夢は覚めることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてる。叶うことない。願いだからこそ手を伸ばし続けられる。無謀な夢を後悔するな。傷ついた分だけ強くなるさ。孤独の道で誰かと出会ってたくさんの愛を知った。いつも一度やり直すだってまた同じ選択をするだろう。人は無謀な夢を見て新しい世界を生きる。 Go ahead. Thank you. ありがとうございました。イイ桜とか音符皆さんたくさんありがとうございます。ハートもありがとう。無謀もいい曲だな。いい歌詞だありがとうございます。今日も配信を見てくださってありがとう。また明日、あと今日はもう水曜日が終わるのであと2日で今週も終わってお話し会ですね。今週はイエーイ、ありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。深夜さんバラありがとうございます。最後にお誕生日おめでとうください。ハッピーバースデーヒットグッドさん、お誕生日おめでとう。パチ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 これからもよろしくです。美術館もね、そうね、美術館も楽しみにしていてください皆さん。あとフラワーフェスティバルに出れることも決定しましたので、イエイ、楽しみです。フラワーフェスティバル頑張ります。アンジェラさんハートありがとう。ではまた、また明日です。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさーい。おやすみねおしー。